アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。早速行きましょうか、質問から。行っちゃいましょうか。日本は経済成長もさほどなく、人口も減りそうなのに、なぜ政府は増税に意欲的なのでしょうかという質問です。ん？だからじゃないの？確かに。っていうことでしょ。確かに。だからですね。いや、要は、何かっていうと、会社だったら、なんて言うんだろうな。なんか営業会社だったらコミッションがどんどん、うん、コミッション率が悪くなって、政府の会社の取り分が増えるみたいな話でしょ。うん、それはなんかみんなが働くなくなって、なんか売り上げも下がってるからみたいな話だよ。なるほど。そういうことですね。次行きましょう。仮眠の取り方について質問させてください。うん、朝の方が頭が働くので、朝早めに起きて仕事してますが、仕事が終わった後も24時くらいまでは活動できるようにしたいです。1日の活動時間を伸ばすために、疲労回復や気持ちをリフレッシュさせる目的で昼寝を取り入れたいのですが、おすすめの仮眠方法を教えていただきたいです。アシナさんはプルデンシャル時代にアポの合間に仮眠を入れていたという噂を聞いたことがありますが、その時はそもそもどのような目的で仮眠を取られたのでしょうか。またその時の仮眠時間や前後の食事タイミング、仮眠時の姿勢や服装、場所、仮眠から覚醒後にやること、目を覚ます方法など教えていただきたいです。なるほど、仮眠素晴らしいね。うん。僕が当時仮眠をしてたのは、うん、まあ仮眠っていうか普通に眠かったから寝てたんだね。まあ、大体朝8時に会社に行って、うん、でそれから商談しまくって、うん、なんか14時とか15時ぐらいになんか飯も食ったりとかして眠くなって、うん、で僕車で営業したから、はいはい、車で寝るみたいな。ああ、車で寝てたんですね。っていう普通になんかあのシートを倒して寝ててっていう感じだったけど、でもそれは正しくないよ。ああ、よくない。そうですね。なんでそれ、なんで眠いかっていうと、そもそも寝不足なんだよ。あの前の日夜遅くまで遊んでるから。はいはいはい。飲みに行って。なるほど、ね、普通になんか眠いなって。なるほど。でこの状態だったらもう終わり。あ、だから基本的に酒飲んじゃダメだよ。あ、そうなんすね。あの本当のことを言うと、ね、なるほどね。本当のことを言うと酒を飲んじゃいけない、うん、しちゃんと夜寝なくちゃいけない、うん、それはもう大前提だ。確かに。でその上で仕事をしまくって、うん、仮眠を取りたいって言った時はこっから本当の話だよ。はい、めちゃめちゃ本質的な話。うん、絶対に横になっちゃダメ。ほう。座って寝なくちゃいけない。そうなんですね。うん、へえ。で、なぜ寝るかっていう話をしようか。ほう。確かに。ああ、もっと言ったら、人はどういう仕組みでリラックスができるのかっていう。うん。リラックスって何だと思う？リラックス。リラックスとはどういう状態であるっていう。どういう状態なんだろう。意識が飛んでる状態です。うん。合ってるようで合ってないっていうような。有意識が飛んでるんじゃないですか。リラックスしてる状態っていうのは、分かりやすく言うと、脈が最も下がった状態。おお、なるほど。確かに。心拍数が最も下がっている状態で、一日の中でそれはいつかっていうと、基本的には朝起きた瞬間なのね。なるほど。もっと厳密に言うと、入眠から6時間後なの。おお、なるほど。入眠から6時間後に人間の心拍数は最低数字を迎える。で、最低脈数を記録した瞬間に目覚める。うん、なるほど。で、目覚めるとその瞬間にアルファ波っていうのは脳内を支配で3秒くらいしか持たないんだけど。うん。もう一回二度寝したいなーっていう気持ちいい気持ちになる。うん。で、その状態がリラックス。なるほど。で、仮眠の方法によっては、うん。これを作り出すことができるから。なるほど。だから6時間寝たリラックスを手に入れることができる。うん。この状態が、僕がたまに言うメディテーションという瞑想の状態と、はいはい、あとはサウナで整ってる状態。なるほど。で、飯を食ったら眠くなるじゃん。うん。でもリラックス状態って飯を食った後にはないんだよ。なるほど。なんでかって言うと、飯を食うと血糖値やってるじゃないの、心拍数下げれない、脈下げれないから。ああ。だから一番いいのは
めっちゃ腹減ってる状態で、うん、瞑想というか仮眠をすると、うん、一番いい。なるほど。わあ、すごい健康的ですねそれ。めちゃめちゃいい。うん、あ、そうそう、だから、あ、そう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 、なんかあのメディテーションクラスもやろうかなと思って。なるほど。あなたを15分から20分でもう究極のリラックスに誘いますって。なるほど。何もいりませんって。なるほどね。でその代わり、うん、この日は朝から13時ぐらいとか13時14時ぐらいにやろうと思うんだけど、はいはい、朝から絶対何も食わないでいってくださいっつって。なるほど。朝飯も食っちゃダメですよっつって。めっちゃいいっすね、うん、でもなんかお腹空いちゃいそうだな。でも確かにお腹いっぱいで夜寝るよりちょっと空腹で寝た方が朝の目覚めはいいです、ね、そう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 、深いんだよ、うん、だからその6時間寝るっていう状態と、うん、メディテーションを、まあ、20分ぐらいやるっていう状態とサウナで整うっていう状態が一緒なんだよ、ね、なるほど。あの身体心理的に、はいはい、リラックスしたいな、うん、でも確かに昼寝するとき飯食った後昼寝しちゃったわ。あれは全く休んでないからね。休んでないですね、確かに。バカになってるわけだから。しかもなんか心臓バクバクで起きるんですよね、あその時の昼寝。あ、動機みたいなやつ。そう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 、あれ嫌なんですよね。怖いよね、ちょっとね。怖いっす。ドクドクドクなるのね、うん、最近動機が激しいです、ね、あ、カフェイン、カフェインみたいですね。アルコールは、アルコールもあると思います、うん、僕結構深酒をした後になるかな。まあ僕もそれもありますね。バカ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 バって起きる、うん、怖と思って。怖いっすねあれ。意識がなんかボケ寝ぼけてるからさ。なんかなんだと思うけどさ、うん、あれ通常時に起きたらマジでビビると思う、うん、確かに。てかなんか問診票とかで動機が激しいと感じることがあるみたいなのあるじゃないですか、うん、それ丸だなと思って。あ、聞かないでほしいよね。なんかあの生活習慣病、病気って診断から全て始まるから。あ、確かに。なんかストレスチェックみたいなのをすると、うん、絶対全員うつだよねっていう。はいはいはい。そういうなんかアンケート病気診断薬売りみたいな。そういう世界だよ、うん、確かに。その精神的な話とかってね、話聞いてるだけで診断されますからね。そう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 。達成できなかった時に悔しいと思うぞ。はい。いやさ、みんなはいになっちゃう。それなんかあのノットビーツで取り入れたいですね。どういうこと？なんかこう質問に対してこう答えたらノットビーツみたいな。他人の都合よりも自分の成長を優先する丸×みたいな。あ、なるほどね。あ、そういうなんかの仮面テストぐらいのね。そうそうそう。次行きましょう。次行きます。ちょっと長い質問です、理想を思い描くということについて質問させてください。うん、アシマさんはプルデンシャル時代は寝ている時も24時間営業で成功している自分を想像していたとおっしゃってました。また今でも理想があって日々その理想を実現した自分や世界のことを思い描かれているのかなと思います。コーチングの世界でもすでに理想を手に入れた状態の自分を想像しセルフイメージをそちら側に移していくことは重要だとされているようなので、理想を明確化し理想を手に入れた自分を想像する習慣を取り入れようと思います。なのでこうした理想というものは、どのように想像されているのか詳しく教えていただきたいです。そもそも想像する時の視点は自分視点か第三者視点なのか、目は開けた状態で想像するかつむってするか、想像するための時間は意識的に設けて集中して想像するか、それとも常にうっすら思い描くか、自分の顔、髪型、服装、話す内容、いる場所、付き合う人、また付き合う人の身なりや仕事などどこまで細かく具体的に想像するのか、理想の自分の一日を想像するのか、理想を手に入れた瞬間の自分を何度も繰り返し想像するのか、1年後か5年後か10年後かいつの時点の理想を手に入れた自分を想像するのか、理想を手に入れた自分を想像するとどんな気分になって、それがどう役に立つのか、
まとまりのない質問になってしまいましたが、理想を思い描くということについて足野さんの考えや実践方法を教えていただけますと幸いですという質問です。すごいね、理想をすごく追い求めてる方です。理想を追い求めてるんじゃなくて、そうそう、理想を 見たいっていう。そうそうそう、これはちょっとほぼ参考にならないと思うんだけど、はい、僕はちょっとすごいよ。ほう、多分これ言語化したら多分ビビると思うよ。ほう、僕はめっちゃ明確に見えてる。おお、だから、あ、なんだろうな、自分の理想なのか何なのかみたいな話なんだけど、うん、その自分っていう人間は社会の中にしか存在しないじゃん、うん、だからその自分っていう人間と社会っていう存在は常に一緒なの、うん、だから自分の理想を実現するってことは理想の社会を実現するのと一緒なんだよ、うん、だからなんだろうな、多分普通はその目をつぶってなんか理想を描くって言った時に、うん、普通はなんかタワーマンションに住んで、うん、みたいな話じゃん、はいはい、こういう風な車に乗ってみたいな、うん、そういうのが全く、それは全くない。なるほど。それよりももっとなんだろうな、街とか人を見てる感じ。なるほどなるほど。で、街とか人がどうなってるのかっていうことが、はいはい、明確にもう描かれてる、うん、だからもう見えてる。なるほど。だからビーツを作る時とかも、うん、店舗に行かないけどもう全部見えてる。なるほど。っていうのがなんか全く参考にならないんだけど、やばい、まあ、それを想像力っていうのか、なんかもう見えてるっていうあれなのか、うん、で、だからなんだろうな、こうなりたいな、こうしたいなじゃないんだよ、うん、もう見えてる状態だから。なるほど。それがだってビジョンじゃん。はい、確かに。それをビジョンっていうわけでしょ。確かに確かに。なんかこういう風になりたいなじゃないんだよ、うん、もう街がこうなってて、そこを通る人はどういう顔をしていて、うん、どんな気持ちで、何をどんな心の余韻で帰っていくのかみたいなものな、うん、なんだろうな、そのビジュアルも精神状態とかも見えてる。なるほど。で、それが見えてるんだけど、うん、じゃあ実際に現実を見た時に、うん、どうしてもその僕が描いたそのビジョンを達成するために足りないものとかがあるわけ。なるほど。理想の中では完成してんだけど、うん、現実社会を見たら、あれ、これ足りてないなっていう、っていうのが明確に見えるわけ。なるほど。じゃあこれをどうにかしようってだけっていうのが現代の仕事みたいな。なるほどなるほど。なるほどね。何年後みたいなのも見えてるんですか？あー、見えてるけど、1年後ぐらいしか見えない。あ、そうなんですね、うん、3年後とか5年後とか10年後はすげえなんかぼやんとしてる感じで、なんかそれが緑なのか、うん、青、緑なのか、なんかオレンジなのかぐらいしかわからないぐらいの解像度、はいはい、うん、なるほど。だからそこをずっと、あれ、これどっちに行くのかなっていう、その未来を見て、うん、未来と現実をこう調整していく感じ。うん、なるほど。まあでも自分視点か、そのなんていうか社会視点なのかみたいなのは違うでますもんね。あ、普通の人はやっぱり自分の理想っていうのをイメージしちゃうと思うんですけど、多分それはまだ人間の回数が浅くて。なるほど。なんかその生きるとか、はいはい、自分はこうなんだっていうことを大事にしたい人生なんだよ、うん、だからそれはそれでしょうがなくて、うん、いきなりパーンと生まれ変わる時とかあるわけよ。なるほど。僕はアメリカだったんですよ。それが。なるほど。だからプルデンシャルの時のアシナと、うん、アメリカ行ってのアシナって顔が違うんだよ。うん、あ、多分人が変わってると思う。なるほどね。うん、うわ、それ僕も多分ありますね。うん、マキも芋時代と違うじゃん、顔が。違いますね。人変わってますね、多分。うん、そう、だからそこどっかのタイミングでなんかね、変わるのがあるんだよね。で、大事なのはなんか、そのビジョンが見えた時に、うん、なんか
普通は、あ、違う違う、そんなことじゃなくてこれをやんなきゃみたいな、うん、そのなんだろうな、自分の人生、自分のビジョン、自分の人生じゃなくて、うん、なんかこう会社とか上司に要求されたものをやらなきゃいけないっていうことに自分の人生を使っちゃうわけ、うんうんうん、確かに。そうするとあのビジョンを見ることから目を背けてしまってる状態と一緒だから。なるほどなるほど。だから本来自分がどっちに進めばいいかも分かんなくなってきちゃう、うんうん、っていう非常にスピリチュアルなお話でした。ありがとうございました。